膝とか腰の痛みが戻ってしまう場合はもう必須でやってみてください。はい、整体院婦科院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきどうもありがとうございます。この動画の中では3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して根本的に解決するための痛みを解決するチャンネルになっていますので、もしね3件以上の病院、整骨院に行っても痛みが全く改善しない、もしくはその場だけは痛み止め、湿布、注射、マッサージをやってみても痛みはその場で解決するけど繰り返してしまう、こんな痛みに悩んでいる患者さんであれば、この動画は必見になっていますので、そんな患者さんはぜひねこの動画見てみてください。はいよ。なんかすねの内側が痛いんですけど。ああ、この辺、はい、はいはいはい、ここね、内側。ちなみに押しても痛い、結構押しても痛いであれば、それは新スプリントってやつは、それがちょっと派生していくと新スプリントっていう、いわゆるこの区画症候群とかです、名前がつくぐらいの症状があるんですけど、それのなる前とかでもありえますね。いわゆるね、これは足関節、足がちゃんと使えていないと起きます。で、結構足のすねの内側って、多分これ見ながらでいいから触ってみたらいいんですけど、ほぼほぼみんな痛いです。で、これは私も治療ずっとやってますけど、痛くない人知らないですっていうレベルで硬いです。みんな硬いです。で、これがなんで起きるのかってのをね、今日ちょっと紹介しようと思うんで、ちょっと絶対最後見てください。内側触って痛いと思った人、で、腰痛が戻るって人、あと膝の痛みがあるっていう人、肩こりが激しいっていう人、絶対見てください。もしかしたら足から来てる可能性高いです。ので、戻りがぶり返すって人はぜひ見てください。で、すねの内側が痛いってあるじゃないですか。すねの内側、これ左側の足、ポーン取ったらこんななってるって感じね。で、足ってこんな風に脛骨、骨って言って、内側に太い脛骨があって、そこから皮骨っていうのがあると。で、あとは足首があってって状態なんですけど、大体痛いのってこのすねの内側、すね沿いをこう内側したら、この、ポコって凹むここですよね。この部分がめっちゃ痛いです。じゃあ、ここに何があるのかって言ったら、ふくらはぎの後ろっかって、筋肉多いかってそうじゃなくて、一番手前に腓腹筋って言って、太い筋肉ね、足をこう伸ばす筋肉があります。その下にもう一個足を伸ばすためのひらめ筋っていうやつがある。で、全部剥がれていくと、ここにですね、大きく3つの筋肉があって、一番すねの内側にあるのが、腓腹筋って言いますね。指を曲げる筋肉です。足の指を曲げる筋肉。そしてその内側に、ここに後脛骨筋ってやつがあって、これは足首をこうやって動く筋肉です。動かす筋肉。内側にこうやって動かす筋肉。そして一番外側に腸母子腹筋っていうやつがまたあります。いわゆる指ですね。親指を曲げる筋肉です。で、今痛みがあるっていうのは何かっていうと、大体腸子腹筋、いわゆる指を、親指以外を曲げる筋肉、もしくはひらめ筋っていう脛骨にべったりついてる筋肉です。で、これが大体硬くなってるんですよ。大体指を曲げる筋肉か、もしくはこのひらめ筋って足首を下に持っていくって筋肉硬くなってますって話ですね。で、それが硬くなってるから内側が痛くなってます。じゃあなんでこれ、ここが痛くなるのかって言ったら、これは足関節、いわゆる足部が曲がってない、いわゆる背屈が起きない、この動きが起きないからです。意味わかんないでしょ。で、これはですね、基本的には何かって言ったら、筋肉って短くなって痛くなるか、長くなって痛くなるか、どっちも痛くなるんですけど、基本的には伸ばされて痛いことが多いですね。伸ばされて痛いことが多くて、ちょっとこれはね、難しい話が入るかもしれないけど、足首って皆さんに動かしてみたいんですけど、内側と外側どっちが起きやすいですか？外側に動く幅見て、外側はこれぐらいですよね。内側ってめっちゃ動きません？外側よりも内側の方が動きやすいです。で、何かっていうと、足首にこれ構造があって、足首ってさっき言った脛骨っていうのが内側を走って、外側に皮骨がありますよね。で、なると、脛骨って太い骨なんで、あんまり内側の骨って動かないんですよ。外側は皮骨があるんで、動きやすいんですよ。なると、同じ脛骨っていう、この動きでも、内側は動きにくい。外側は動く。こういう風に動くと、外側の方が動くってなると、何が起きるかっていうと、こうなりますよね。意味がありますね。内側に勝手に回っていくんですよ。逆に上げるときはこんな風に入ってきます。外側が後ろに行くので、外側が後ろに行くの、こんな動きですね。こういう動き、動き、ちょっと難しいんですけど覚えてください。なんで、足首って下と上っていう動きじゃなくて、下斜め内側と上斜め外側って、こういう動きをしてるんだってことを覚えてください。これが正常な動き方ですね。こんな風に動くってことです。で、今回言ってるのは何かっていうと、この背屈が出にくいんですよね。で、背屈と低屈って下にやるって、どっちが動きやすいかっていうと、下の方が動きやすいですよね。上動きにくいですよね。
簡単に言うと、これが一番動きやすいんですよ。で、皆さんも何も考えずに、布団寝たりとかすると、こうなってたりとかするんですよね。何も考えずに足をダラーンってすると、こんなビンってなってる人いないですよね。これは自然な動きなんですよね。足の。って考えた時に、こうなってると。で、ちょっと難しいんですけど、こういう風に内側に行ってる状態が大きい。そうすると、かかとはどういう動きするか。スケさんどういう動きする？上に上がる。の、上に上がるのどっち側に行く？外側に行く。そう、正解です。足の前側は下、内側に行きます。ってことは、逆側の後ろ側って逆の動きしますね。こういう風に、シーソーみたいになってるんで。前が下、内側に行く。ってことは、後ろは上、外側に行くんですよ。こういう状態ですね。こういう状態が起きると何が起きるかっていうと、内側が伸ばされてますよね、これ。外側に行ってるんで。内側が伸ばされている状態、外側は短くなっている状態になると、これちょっと後ろから見てますけど、内側が伸ばされている状態になったら、さっき言った長縮筋、ヒラメ筋の内側が伸びている状態になる。伸びている状態になると筋肉が硬くなる。こんな風になっているってことは、後ろ側は内側がビーンって伸びてますから、そうすると内側が硬くなる。そして血流が悪くなる。そうすると痛みが残る。これを不思議なもんなんですけど、ちょっとやってほしいのが何かというと、こうなってるわけじゃないですか。これをね、ぐっとちょっと皆さんも一緒にね、足首をこの方向に持っていけばいいわけじゃないですかね。この方向に持っていけばいいんで、背屈にこうやって入れてみてください。背屈にぐーっと入れて、思いっきり入れてみるんですけど、ポイントは小指側を上に上げてください。こういう風に上がっていくので、小指側は上に上がるんですよね。なんで、小指側を持って、小指側をぐーっと上に上げる。っていうのをやってみてください。で、これを10秒キープしてみます。2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、もう一回さっきの圧触ってみたときに、楽になってるんだったら、足首がずれてて、内側が痛いだけ。で、これが結局ずっとこの状態を続いて動いてたらどうですか？これ何回もやってたら、何回も歩いてたら、何回も歩いてたら、内側伸ばされ、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 伸ばされてたら痛くなりますよね。動けば動くたび、動く量が多いければ多いほど内側への負担が多くなるってこと。そう。だから大事なのは、この、いわゆる背屈がしっかり出る状態ができてない。だからこれを使いすぎて、内側が使いすぎてってオーバーユースなだけです。ただこのオーバーユースを解決するってためには何が必要かって言ったら、背屈です。いわゆる足首がちゃんと外側に行くって、こういう状態ですね。が起きると足首の内側、普通の内側ばっかり使わずに外側も使える状態。じゃあこの、こういう動きを作るのは何かって言ったら、いわゆる外側にある腓骨筋っていう筋肉をちゃんと鍛えていく。いわゆる、スタビリティって言ってね、うちでは MSM って言ってるんですけど、緩めていって、これが動かなかったら意味ないですよね。だからしっかり内側を緩めていって、動ける幅を作る。そして鍛えていく。スタビリティを入れる。そしてこれがしっかり動作できるように、この筋肉を使いながら動いていく。そうすると、痛みが関節が行きにくくなって、戻らなくなってくるってことね。そうすると、痛みが戻らない。ちょっと頑張っても痛みが再発しない。ぶり返さないっていう体ができます。大事なのは、原因を見つけること。そしてそこに対して治療することですね。で、今日はね、ちょっと原因を見つける方法をちょっと今から最後紹介しますので、ちょっとこのまま見てみてください。はいですね、最初に、皆さんまず、ちょっとさっきも言いましたけど、圧確認してみてください。右側ですねのとこを触ってみて、あー痛いなーってとこがあればそこ確認。で、これ言った通り、足首がしっかり入ってないと、ここが痛くなります。そうするとこれ筋膜のラインで大腰筋まで行くので、そうすると腰が痛くなったりとか、このままこうねじれてしまっているので、膝が痛いとかっていうのが起きてくるんで、膝とか腰の痛みが戻ってしまう場合は、もう必須でやってみてください。で、圧確認してください。圧確認した状態で、この足首を上に上げます。なんで、小指側に、指3本分ぐらいのところにの指の根っこにこういう風に持ちます。で、逆の手でこういう風に持ちます。で、この状態で自分の膝というか自分の方にグッとかけていくね。で、この状態で10秒間キープしてください。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ただそこから硬い方いるので、ちょっとだけ技を使うんですけど、これでちょっと押してください。自分の手で押してますよね。これを足で押し返す。で、止めながら頑張る。グッとすると力が入っていくので、これでね、入りやすくなりますね。関節がガクッと。なんでこのまま押し合いっこ、 1、2、3、4、5、6、 7秒間。はい、で、力抜いて深呼吸で吐いて、で、さらにもう一回上げていく。で、するとさっきよりも背屈が入りやすくなります。で、これで入れてもらいましたね。こうやってしっかり入る状態が起きて、もう一回圧痛を確認してみます。で、楽になってるのであれば、足首の背屈が入ってない、いわゆる足首が動いてないせいです。
で結構ねこれ楽になるんですよ。楽になりますから。だからこれで楽になるようであれば、こうしっかりこの側関節を治療してあげる。で、あとは腓骨筋っていうのを入れてあげる。スタビリティで入れてあげる。ね。で、ただね、じゃあ筋肉ってすぐつきますか？つかないですよね。大事なのは運動療法を入れるためにも、このこっちに行くために、この関節に行くために緩めてあげる。緩めてあげて、こっち側に持っていけるようにスタビリティって言って筋肉鍛えてあげる。運動療法を入れてあげる。じゃあこれが動き出したら急にバカッとまたね、戻ってしまうんだったら動作を変えてあげる。動作が変われば痛みは再発しなくなってきます。なんでか、動作で痛みが出てるからです。しっかり改善するためには緩める、鍛える、そして活動性を変えていくっていう MSM モビリティスタビリティムーブメント、これやってるのがうちのね治療になりますし、じゃあそもそもだけど原因が何なのか、側関節だよね、腰の痛みが側関節だよねっていう風に持ってくる原因を発見する方法もねしっかりあります。ただ大事なのはこの原因を見つけていけばちょっと治療が落とし込めていけますから、しっかりねこの原因を見つけるってことにもっともっと時間かけてみてください。それが最短ルートです。回り道のようだけど一番早いですから、いい治療法を探すじゃないです。何が原因なのかをちゃんと探してください。それがちゃんと原因発見できればちゃんと解決できますから。でうちのね整体院、もしね興味持ってもらったんだったら全国に展開させてもらってますので、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらの方からチェックして電話予約してみてください。はい、あとね今日の話よかったらぜひねチャンネル登録していただければ嬉しいなと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あと高評価コメントいただけるとすごく嬉しいです。はい、ということで今日はねこれで終わりますけど、ぜひねこのすねの内側の痛みからの全身の痛み結構ありますし、ここからのしびれとか痛みとかもありますから、ぜひねこちらの治療法ぜひやってみてください。ということで今日はここで終わっていきましょう。今日も動画ご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。